20分煮込んだのがこちらでなります。どうもよりのりさんりゅうです。はい、ということでですね、今回はなんとコラボ動画でございます。僕がもう大好きなコラボですね。どんだけ大好きかっていうと、それはもう大好きです。この動画でも何回も載ってますけども、イエローテールさんとのコラボ、これね第2弾目でございます。なんかね、第1弾チョコレートを頭を使ってチョコレートやったんですけども、かなり反響があったみたいでですね、今回もお願いしますということで、ありがとうございます。ということでですね、今回はこちらのですね、イエローテールシラーズですね、こちらを使って、このワインだからこそ美味しいですね、至高のビーフカレー、こちらをですね作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、今回ね、欧風カレーということでビーフを使ったカレーになりますね。じゃあ材料紹介いきます。まずね、牛肉、これが 360g で、カレー用とかって書いてあるこの角切りのお肉でいいです。はい、これを使うとね、かなりレストランっぽいカレーに近づきますので、まあなければ牛こま肉とかでもいいんですけども、できればねこの角切り使ってください。至高なんでね。具材は玉ねぎとこのマッシュルーム、具材はねこの3つのシンプルなものになります。で、あとデミグラスソース、これね缶でよく売ってるじゃないですか、これを1缶使います。調味料類です。砂糖小さじ2、ウスターソース小さじ1半ですね、カレー粉、はい、これね市販の普通のカレー粉でいいです。あの缶に入ってるようなやつ、これが大さじ2で、あとコク漬けのバター、欧風カレーには必ず必要です。うまみをつけるためのこのコンソメですね、一番大事なのイエローテールのシラーズです。これねかなりねスパイシーな香りのする美味しいワインですので、こちらのスパイシーな香り、とってもねカレーに合うんですこれ、なのでこちらを今回はたっぷり使ってカレーを作っていきます。まずね、最初に使っていく材料はこちらです。イエローテール、シラーズですね。こちらを最初にまず使っていきますね。こんな容器をご用意してください。はい、香りをね、これだよね、スパイシーなちょっとベリー系の香りですね。容器に注いでいきます。そしてですね、僕に大さじ2杯のこのイエローテールシラーズを注いでいきます。これ正直言っちゃうんですよ、どちらかというと白ワインの方よく飲むんですよ。赤って結構ね癖の強かったり渋みが強かったりするのが結構多いんで、ただねイエローテールはね大体ねすごく飲みやすく設定されてるんで、あの、ね、めちゃめちゃうまい。それでね、ここからがねポイントなんですけども、すごくね香りがね、飲んでみると分かると思うんですけども、ちょっとねスパイシーな香りがするんですね。このスパイシーな香りがすごくねカレーのスパイシーさとものすごく合うんですよ。なければね他のイエローテールの、赤ワインでも全然大丈夫は大丈夫なんですけども、ぜひねこちらのシラーズ使っていただくと、香りがさらにスパイシー感が足されますので、もしあればね、こちらでやってみてください。なければできるだけね渋めと酸味がちょっと抑えられた、飲みやすい赤ワイン、これを用意してください。まずね玉ねぎです。これね、大きいので1個なんですけども、今回ね、小さいサイズだったので、1個と半分で、これをね、まずスライスしていきます。なるべく薄めにスライスしてあげた方がいいです。でここまで来ると高さが出てるので、ちょっとね、切りにくいので、こうやってね倒すと、途中からね倒していくと切りやすいです。なるべくね薄めのスライスにしてあげてください。はい、じゃあこちらですね。はい、もうね大量の玉ねぎ、これがこの欧風カレーのポイントでございます。玉ねぎはねこんだけ使います。じゃあね、玉ねぎはこちらのボウルに入れます。ボウルに入れてねラップせずに、レンチン1回します。4分やってください。600ワット4分。これでねこの後炒めるんだけど、水分を飛ばすことによってですね茶色くなりやすくなる。まあ要はあの飴色玉ねぎが作りやすくなるってことですね。はい、そしたらですね、マッシュルームなんですけども、具としても食べたいのでスライスではなく四つ切り、四つ割り、はい、こんな感じ、ね、これもね煮込むとねちょっとねちっちゃくなっちゃうんで、これぐらいにしましょう。でこれね1パックね大体 150g ぐらい入ってると思うんですけども、全部使っちゃいます。こんな感じでね、あのねマッシュルームっていうのはねすごくね旨味を持ったキノコなんです。あのグアニル酸っていうのがね豊富なんですよ。なので味付けにもなります、このマッシュルームを使うことによって。他のキノコでもできなくはないんですけども、良ければねこのマッシュルーム使ってください。そうすると旨味が加減されてですね非常に美味しいので、こちらでございます。でニンニク、
ごめんなさい、さっき材料紹介のところになかったんですけども、ニンニク一かけ。でこれはね、後ですりおろしをするんで皮を剥いてこのまま置いといてください。でそして今度はね、こうお肉で、お肉は角切りにしてあるんで切らなくてもいいんですけども、まあ、軽く塩コショウ振って、なんか小麦粉大体ね、小さじね2杯ぐらい、これをね振ることによって全体がお肉がねコーティングされてですね、で水分が逃げない、あとねこの小麦粉が周りにはたかれることによっていいね焦げ目がついてですね、カレーが香ばしくなります。こんな感じですね。じゃあ炒めの工程いきます。まず少量の油を引いてですね、牛肉を炒めます。最初にね焼いておくことによって、香ばしさを、プラスしていきます。ちょっとね温めてくださいね。これねよくね肉を焼くときに旨味を閉じ込めるみたいな言い方しますけども、焼いたところでね旨味閉じ込まらないです。実はあれよく言ってる料理家さんいますけどね、科学的根拠はないので、逆にね肉の旨味が外に出るからカレーってうまいんですよ。肉の中だけにあったらね、ルー美味しくならないんでね。焼いてると分かると思うんですよね、香ばしさが出てくるんですよね。この香ばしさでイエローゼル、シラと乗ってもうね、うまい。薄い肉とかでもいいんですけども、そういうね角切りのお肉を使ってもらった方が、まあ、やっぱり欧風カレーが出ますね。じゃあですね、全体的に焼き目がつきましたので、こちら一旦ねバットに入れていきます。いい色がつきましたね、これね。そしたらちょっと油足します。さっきね小さじ1ぐらいで焼いたんですけども、大さじ1だな、大さじ1の、ね、今度ね、玉ねぎを焼いていくんでね、さっき加熱した玉ねぎ、こちらになってますね。こいつをね入れていきます。で玉ねぎはこれから飴色にしていくんですけども、なるべく広げてですね、玉ねぎとフライパンの当たってる部分が茶色く、メイラード反応を起こしますので、あんまり使いにくいこともあんまりしないんですけど、まあ焦げるってことですね、はい、玉ねぎを、やることだって不必要にあんまりねガーッと動かさないことです。そうするとね、もう今ね1分もしないぐらい、もうこう色づいてくるんですよ。これね一回レンジにかけてくるんですね。焦げたらかき混ぜてをやっていきます。本来はねやっぱりね40分ぐらい炒め玉ねぎってかかるんですけども、今回はそんなにかかりません。15分から20分ぐらいでできると思います。だから時間がね半分ぐらいに短縮されるんですね。いいですね。じゃあですね、色合い的にこれぐらい、この色ですよ、皆さん覚えておいてくださいね。マッシュルームで、お肉、これここで入れてます。いいですね。そしたらですね、はい、お待たせしました。ここでイエローテールシラですね、はい、今回は飲むんじゃないですか、ちゃんと使いますからね。350ドカンと使っちゃいます。これだけ使うんですよ。これ入れていきます。でここでちょっと強火にしてこのワインをね沸かしていきますね。アルコールと酸味を飛ばしたいんで、はい、そしたらですねこうやってグツグツ沸いてきますんで、グツグツ沸いたら強火から中火に、落としてですね、このままこれ大事なことです、蓋しないでください。蓋をしないことによって赤ワインの酸味を、飛ばしてですね、この旨味と香りだけをギュッと閉じ込めます。煮詰めるんですね、そしてですねそれとともにこの牛肉も柔らかくしていきたいんで、まあ、弱めの中火で、20分間煮込んでいきます。で煮詰めたのはこちらです。もうねあんまり水分見た感じ残ってないんですよ。ここに調味料を入れていきます。デビ缶でも入れちゃいます。これつけて、確かにこれがね入るとねすごくこのビーフの旨味がかなり出る、ね、カレーになりますんで、ね、全部入れちゃいます。このコンソメですね。そしてウスターソース、砂糖ですね、砂糖小さじ2杯、バターはこの段階で入れることによってバターの香りを生かす、そして、コクと旨味をつけます。ニンニクも、最初に炒めるんではなくてこの生のすりおろし
むことによってですね、非常にパンチのあるスパイシーな香りがつきますので、ね、これもね、ぜひ生でいってください。でここでちょっとね、煮詰まりすぎ防止のために、お水をね、50cc ぐらい入れていきます。これでもし煮詰まりすぎたら、後で足しても構いませんので。で、この段階だとね、このビーフがね、まだちょっとね、硬いんですよ。なので、このまま蓋をして、だいたいね、また15分ぐらい煮込むと深みが出ますので、見ていきます。で、さっき15分って言ったんですけども、弱火で20分、煮込みました。ね、これお肉を柔らかくするために、ちょっと時間伸ばしました。20分煮込んだのがこちらになります。もしかすると、焦げつく場合もあるかもしれないので、途中で たまにかき混ぜてください、はい、ここで最後にカレー粉です。これね、煮込む時にカレー粉やんないのはカレー粉の香りっていうのを飛ばさないためですね。ここでカレーの香りをつけていきます。最後にはもう軽く火入れをするような、状況ですね。ここであまりにもカレーが硬かったりしょっぱかったりしたら、ちょっとね、お水足してください、はい、であとはお肉の大きさによってですね、もうちょっと煮込んだ方がいいなみたいなのがあると思うんで、もうちょっと煮込みたいなっていう方はカレー粉入れる前に肉が柔らかくなったのを確認してちょっと煮込んでください。じゃあちょっと盛り付けいきましょうか。とろみがあって、で今回は、ちょっとね、彩りにパセリをやっぱご飯の上にかけるとちょっとね、レストランチックになりますので、まあこれね、あればでいいんですけども、もう生クリームちょっとね、かけてあげるとぽくなります。そうしましたら、こちらでイエローテールシラーズをふんだんに使ったですね、至高の欧風カレー完成でございます。いきますので、いただきたいと思います。いただきます。あ、絶対合うね。じゃあいただきたいと思います。うわうまい、めっちゃ合うじゃねえかよ。これね、ちょっとね、ちょっと世に出しちゃいけなかったかもしれない。あの、ホテルで食べるやつだね、これね。はい、うますぎる。牛肉もちゃんと柔らかくなってます。やっぱりね、まあ僕ね、いつも提唱してるんですよ、料理に使ったワインと使ったワインのマリアージュっていうのをいつもね、おすすめしてるんですよ。もうこれやばいよ、これ。家で食べるカレーのレベルは全くもう超えてますね。コクがやばい。この煮詰めた赤ワインのコクと香りがね、全部詰まってて、原型がやっぱビーフシチューだから、ちょビーフをね、すごく感じるんですよ、これね。これは美味しい。本当に至高の欧風カレーだね、これね。これ外でもなかなか食べれないで。で、このカレーすごく特徴があって、原型がすごくね、丁寧に作ったビーフカレーのような味わいがするんですよ。なので、まあ、カレーライスってご飯じゃないですか、カレーってご飯じゃないですか、基本的に。なんですけど、これね、パンにも合うの。ちょっとあのフランスパンをね、これね、焼いてない状態のもの、パンもね、今回用意しました。ありがとうございます。いいですか。これはすごい変幻自在か。ワインとやるんだったらパンいいかもね、これね。すっげーうまい、これ。大ぶりのマッシュルームの食感もめちゃめちゃいい。これはね、至高にして究極だと思います。またこのスパイシーで飲みやすいこのシラーズにさ、合うんだよ。そりゃ合うよね。だってね、シラーズ入ってんだもん。どう考えても俺このマリアージュはやばいと思うな。これはね、本当におうちレベルのカレーではない。本当に外でもう何十時間煮込んだみたいな、それぐらいの深さがあります。いまだかつてこんなにカレーとワインが合うっていうのをね、体験したことない。こちらの至高の欧風カレー、本当に
絶対作ってください。これは一口でびっくりします。ぜひ皆さんやってみてください。皆さんどうですか、僕のこのイエローテイルコレクションどうですか皆さん、羨ましいでしょ皆さん。で今回ですね、キャンペーンとしてですね、イエローテイルがカレーに合うって言ってたじゃないですか。この、ね、稲葉食品さんのこのカレー缶、これがですねついたこのイエローテイルがね、なんとね発売中らしいんですよ。で今回ついてるのはこの僕が使ったイエローテイルシラーズ、カベルネソーヴィニヨン、この間やったやつですね。これもねワインすごく合うと思います。あとですねシャルドネ、このね3つのワインにこのね稲葉のカレー缶がついてきますんで、これはねぜひね、だからカレー作んなくてもカレー缶ねついて、それをおつまみにしてマリアージュで楽しめると、素晴らしいセットになってますんで、これはこの後僕はすぐねこのカレー缶食べてシラーズ楽しみますんで、皆さんぜひぜひこのカレーのスパイシーさとこのシラーズのスパイシーさのこのマリアージュ、これねぜひ試してみてください。